発表。先発右腕ピベッタが復帰。レッドソックスは8日、日時間9日、上沢直之投手のマイナー降格を発表した。代わって、ニック・ピベッタ投手が負傷者リストから復帰した。30歳の上沢は1月11日、日時間12日に、日ハムからポスティングシステムを利用して、レイズとマイナー契約。招待選手としてメジャーキャンプに参加していたが、開幕直前に金銭トレードでレッドソックスに移籍していた。4月28日、同29日に昇格し、2日、日時間3日のツインズ戦でデビュー。2回をパーフェクトに抑え、レッドソックスの選手でデビュー戦で2回以上投げ1人の走者を出さなかったのは、1958年4月20日、同21日にマークしたアル・シュロルに続いて2人目の記録だった。翌日のツインズ戦では2回を投げて2安打1失点。7日、同8日の試合では登板はなかった。またロミー・ゴンザレス内野手の復帰に伴い、ザック・ショート内野手が DFA、事実上の戦力外となった。フルカウント編集部。